全国の感染者の約半分を占める状況を踏まえて、東京都の出入りは除外することにいたしました。お願いいたします。まあ、いわゆる GoTo トラベルについては、客観的に見て東京の感染者数が突出しており、全国の感染者数の約半分を占める状況を踏まえ、感染症の専門家の会議にもご提言をいただき、東京都の出入りは除外することにしました。まあ、大変この直前になってですね、東京の感染症が拡大をしているという現実の中で判断をさせていただいたわけでありますので、そこについては大変申し訳ないというふうに思います。昨晩の専門家の分科会においては、東京都にかかる GoTo トラベルについては、感染が落ち着いた際には実施しても差し支えない、こういう提言をいただいています。まあ、今後の手続きについては今後検討することになりますが、そうした提言も踏まえて東京都の感染状況中の診断を注視していきたいと思います。それ以外の飲食代金の割引である GoTo Eat、コンサートなどの割引である GoTo イベントについては、現在担当の農水省、経済産業省において内容を検討中であると聞いており、それぞれの検討結果を受けて改めて取り扱いを考えたいということであります。